でこう飾ってないと見てんのワンちゃんと一緒に飛び越えるなろう。もう順次増えてますからね。角部屋ほら大きいね。明るいよね。ほらどうぞ。あ、気持ちよさそう。明るい明るい明るい。ワンちゃんとお散歩マップがある。はい、今日東横インね、ワンちゃんと一緒に泊まります。東横イン京橋桜の宮298番っていうのかな。298番目のホテルだから。はい、今日裏ナンバーでペットと一緒に、ペットも入れる居酒屋さん見つけたんで、これからタクシー呼んで向かいます。すごい、あれ社交ダンスだって。ウケる。こんな感じでタクシー待ってます。顔出てないよ、ほとんど。ほとんど顔出てない。波平スタンド、この辺なの。外だろ。生400円は安いんじゃない。波平さんって、あの波平さんなの。うん、見たこと。え、見たこと。これすごいよね。こぼれ寿司限定10食だから行った方がいい。だからな、めっちゃ出ますね。いっぱい歩いたからね。いっぱい歩いたからね。作り三種盛りが炭酸で作るような、炭酸水を氷で割って仕上げる新しいスタイルで、スキルした味わいで食事との相性も抜群です。このまま出てくる。これは飲める。わかるよ、サントリーさん。めっちゃ若いじゃん。うん、うまっしょ。これで作るのも楽ね。うまい。いいです。すいません、入れ方ごめんなさい。カニクリームコロッケです。これか。どうぞ。うん、すい。こんばんは。はい、そのまま。おとなしいでしょ。箸でつついちゃったけど。これ殺人的だよね。カニクリームコロッケ、カニクリームコロッケ、ズワイガニのせ、まこれにビアボールが、ビアボールが。Oh.
でもサッカーしてるからまあ。ダイビングモルツです。プラス一つで大丈夫です。はい。お願いします。はい、ありがとうございます。これいいね、これは見たことないね。まだ発売されてないらしいですよ。業務用って書いてあるから11月から発売らしい。サントリーさん16% で炭酸で合わせて。俺が知りたいのはホップ、プリン体が入ってんのかどうか知りたいんですよね。書いてないの？書いてない。それ重要だよね。ホッピーって言ったらプリン体ゼロが売りじゃん。業務用だから書いてないのかな。そうなんだろう。お店の人知ってるから、そこ気にして飲むっすよ。こういうの飲むっすよ。あえて俺はそのプリン体があるからホッピーを飲む、うん、大阪はこのね、モルツがあるの。こんなの見たことないんだよね。これあの、なんだっけ、あの、あそこホワイティーの、なんだっけ、行くとこれが320円。大便ね。朝、俺朝行ったじゃん、280円。意味だからベロベロですよ。1500円ぐらいで、うん、楽しいね、うん、